演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、松屋さんの生野菜にしたたパカッと食べたいと思います。はい、松屋さんで初めて食べますね。はい、松屋さん初めて食べます。じゃあなんで生野菜なんで牛丼じゃねえのかよって突っ込まれそうですが、まあその辺はちょっとまあいろいろありまして、でパカッと開けて、今回本当食べるの初めてなんで、なんとなくちょっと店員さんにとんちんかんなことやって申し訳なかったです。でドレッシング選べるんですね、松屋さんは。一つは焼肉のタレ、もう一つはごまドレッシングを選びました。ではこちらにはごまドレッシングを、こちらには焼肉のタレをかけたいと思います。ではわ、ごまドレッシングの香ばしい香りが漂ってきましたね。ではいただきます。お野菜はやっぱり大事ですからね。次は丼食べますね。でなんで今回食わなかったんだ、一緒に買わなかったんだっていうツッコミはなしでお願いします。お野菜は本当にシャキシャキしていて、いつも食べているファミリーマートのサラダとは全然違いましたね。ファミリーマートのサラダも悪くはないですが、時々なんかピリッとくるような感覚があって、あれ一体何なんだろうなって思うことがありましたが、これは一切そんなことがなかった。とっても美味しかったです。このお野菜本当にシャキシャキしてますね。でごまドレッシングの方は香ばしくて、大葉の香りがふわっと広がって野菜との相性もバッチリで美味しかったですね。焼肉のタレは甘口と書いてありましたが、ちょっと甘すぎかなっていうような気がしました。小さなお子様とかだったら好きなのかもしれませんが、もう30とか超えてくるとだんだん甘みよりも辛みを求めてしまう部分があるんですよね。なのでそれらを総合すると、まあ、生野菜全今回の全体としてはこちらの点数とさせていただきます。でごまドレッシングはプラス1、焼肉のタレはマイナス1としておきますね。なんか出るのに出るようで申し訳ないですけど、夏の日は少女いるかな、あの海に、その少女に恋焦がれているのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。違う、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。